こんにちは、藤田です。今回もエビ巻き通信やっていきたいと思います。はい、今回のコンテンツです。1番目、フェイク動画に騙されない感性を磨く。2番目、歯列矯正こそ保険適用にすべきでは。この2本立てでいきたいと思います。まずですね、フェイク動画に騙されない感性を磨くなんですけど、これですね、私が思ってるだけではなくてですね、まあ、結構一般的な意見だと思うんですけど、いわゆる大手メディアのですね、偏向報道ですね。まあ、視聴者をですね、ミスリーディングしてるっていう批判あると思うんですけど、まあ、もっと言えばですね、なんかある思想にですね、誘導しているとさえ言われてると思うんですよね。で、ちょっと、前の話になりますけど、岸田首相のですね、フェイク動画っていうのがですね、拡散されて、ニュースとかで流れてたみたいなんですけど、いわゆる AI で作った動画ですね。で、これはなんか人をミスリーディングするとかですね、そういう内容だったと思うんですけど、ただですね、あの動画を見た方で、あれがですね、本当に岸田さんがですね、話してると思った人はですね、ちょっとですね、自分のものを見る目の確かさをですね、疑った方がいいと思います。いくらですね、成功に作られてるって言ってもですね、今の AI で作られるフェイク動画なんて知れてるんですよね。まああれどう見たって偽物ですよね。まあはっきり言って、こんなこと言ったらですね、騙された方には失礼ですけど、まあ騙された方が悪いっていうレベルじゃないでしょうか。で、大手メディアのですね、偏向報道に話戻しますけど、大手メディアの報道にですね、今ですね、見ていて、全く違和感を感じていない人はですね、おそらくですね、今回のようなですね、レベルのフェイク動画にもですね、疑問を持たずに騙されるんだと思います。まあ何が言いたいかというとですね、普段からネットを含めた全てのメディアですね、から流れてくる情報の信頼度っていうのをですね、もっと精査すべきだと思うんですよね。つまり、もっと疑ってかかるべきということです。技術革新の速度、爆上がりの時代なんで、これから先はですね、もっと技術加速的に行動化してきますから、いわゆる映像の質なんかはですね、映像の質だけで、まあ、今回映像の質低かったと私は思ってるんですけど、映像の質ではですね、情報の信頼性の判断って難しくなると思うんですよね。つまり、真偽のほどっていうのはですね、発信されている情報の内容から判断するしかないわけですね。なくなると思うんですよね。で、手始めとしてですね、私たちがやるべきことはですね、いわゆる害となるメディアからの情報をですね、完全遮断することだと思います。で、まあ、すべてのメディアからですね、の情報を遮断するというのは現実的に無理なんで、まずは大手メディアですね、特にテレビのニュースですね、これ 100% 遮断が正解だと思います。ニュース見ないとまずいんじゃないですかってですね、思われた方いると思うんですけど、今流れてるニュースですね。もう全く意味ないです、すべて。試しにですね、数ヶ月ですね、完全に断ち切ってみるとですね、わかります。何の問題も起きません。逆にですね、変な情報入ってこないんで、精神衛生がですね、良くなってですね、快適に過ごせるようになります。それとですね、テレビなんかと違って、ネットの方はですね、まあ今、これはですね、こっちの方が全然マシだ、と思ってる人も多いと思うんですけど、これもですね、完全な誤解ですね。例えばですね、ヤフーニュース、あとグノシー、スマートニュースなんかの情報はですね、これ有害なものがですね、有益なものをはるかに上回ります。もう完全に遮断すべきですね。もう私に言わせればですね、言葉悪いですけど、クソに近いです。これはですね、本当テレビよりもひどいですね、内容。で、こんな感じでですね、普段から粗悪な情報に触れないようにしておくとですね、真偽を判断する感覚がですね、麻痺するのをですね、防げると思うんですね。ですからですね、おそらくフェイク動画なんてですね、もう一目見ただけで見極められるようになると思います。はい、2番目ですね、歯列矯正こそ保険適用にすべきではということで、これもちょっと前の話題なんですけど、藤井聡太さんがですね、将棋界タイトルすべて8冠達成された
際にですね、まあいつも通りテレビに出られてたんですけど、それを見て感じたことなんですけど、最近ですね、テレビ大画面じゃないですか。ですからアップで映るとですね、本当リアルに人の顔の詳細まで映してしまっちゃうんですよね。で、私はですね、藤井聡太さんの歯を見てですね、これ絶対矯正すべきだなと思ったんですね。人はですね、見た目すごく重要だと思うんですけど、もちろんですね、藤井さんみたいに有名になればですね、まあ、少々歯並び良くなくてもですね、その外見がきっかけとして評価下がることっていうのはですね、少ないと思うんですよね。まあそれでも、藤井さんの場合はですね、今後もテレビの露出多いでしょうしですね、頻繁にアップで撮られるわけですから、やっぱりですね、歯列矯正された方がいいんじゃないかと思ってます。まあ お忙しくてですね、歯医者に通う時間もないかもしれませんけど、有志のですね、歯医者さん募ればですね、なんかいくらでも力になってくれる人がですね、現れそうな気もします。ところで、まあ藤井さんぐらいにすでにですね、社会的な評価がある人ならですね、まあ歯並び悪くてもですね、いわゆる人物評価下げられることはないんですけど、これがですね、一般の人の場合ちょっと話変わってくると思うんですよね。歯並びってですね、顔の第一印象に大きな影響を与えるじゃないですか。で、私はですね、歯科矯正医のですね、回し物ではもちろんないんですけど、口の中の健康面も含めてですね、すべての人に歯科矯正、すべての人がですね、歯科矯正すべきだと思うんですね。ところがですね、歯科矯正の治療費ってものすごく高額なんですよ。これいわゆる自由診療っていう保険適用外になってるからなんですよね。ですから、これ保険適用にすべきだと思うんですね。で、歯列矯正はですね、時間もかかりますし、まあ、とにかくお金がかかるんですよね。で、治療期間はですね、まあ、早い人で1年ぐらいですかね。で、まあ、1年から1年半ぐらい。で、治療費はですね、まあ、保険効かないっていうこともあって、まあ、100万ぐらいが相場みたいですね。まあ、これ仮にですね、保険適用になって 30% になってもですね、30万なんで、まあ、安くないんですけど、まあ、通院ごとにですね、分割して払うようにすればですね、まあ、そんなに負担も大きくないと思います。歯列矯正はですね、歯全体の健康、聞いてはですね、体全体の健康につながりますから、まだですね、人生の半分以上残ってる方はですね、もう大人になっていてもですね、まだやる価値あると思います。やることをですね、検討する価値あると思います。まあだから人生の半分以上っていうとですね、まあ、今人生100年時代なんで、40代の方はですね、まだやる価値あるんじゃないかと思います。で、私はもう50代後半なんで、微妙な年齢なんですけど、で、まあちょっとこの年になるとですね、もうちょっとやる気出てない、やる気はないんですけど、まあそれでもですね、今通ってる歯医者さんからですね、もうしつこくは言い過ぎですね、結構何回も歯列矯正をですね、進められます。で、理由はですね、なんていうんですかね、歯を長年使い続けると、噛み合わせ悪いとですね、ボロボロになって、いわゆる虫歯になる可能性が高いらしいんですよね。ですから、歯を失う可能性が高まるから、やった方がいいっていうのが理由みたいです。嘘か本当か知りませんけど。で、余談ですけど、まあちょっと、歯列矯正の話は終わりなんですけど、これから余談なんですけど、私がですね、通ってる歯医者さんはですね、結構最先端の医療機器をですね、積極的に取り入れられてるとこなんですけど、先日ですね、私ナイトガード、就寝時のですね、歯ぎしり対策に使うマウスピースなんですけど、これをですね、作ってもらったんですね。で、当然歯型を取るんですけど、その時にですね、驚かされました。なんとですね、口の中にですね、スキャナーを入れられてですね、いわゆる歯の上をですね、こう滑らせるようになぞられるとですね、なんとパソコンの画面にですね、3D 画像がですね、生成されるんですよ。それで終わりです。今までのですね、ピンクのドロッとした印象剤あるじゃないですか、歯型を取るやつですね。あれじゃないんですよ。あれ、上顎もやるとですね、喉仏の近くに当たって、こう、ウェってなるじゃないですか。ああいうのがですね、もうないんですよね。いやー、テクノロジーの進化ってすごいなって久々にですね、感じた出来事でした。はい、今回は以上です。今回の内容ですね、お役に立ったようでしたらですね、
グッドボタンいただけると嬉しいです。またよろしかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でよろしくお願いします。